ゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチェケラーゴルフ。今回は珍しく車の中からなんですけれど、なんとなんと今年私は競技に出ます。はい、でいろんな試合がある中でも何に出たらいいかなっていうことで、やっぱりミッドアーマーを目指せ、ミッドアーマーということで練習したり、まあ、いろいろ準備していくわけなんですけれど、まずミッドアーマーにエントリーするのにも壁があってですね、誰でもそのミッドアーマーで出れると思っていたらどうやらそういうわけじゃなくて、まず KGA に所属しているゴルフ場の会員じゃないといけないということなんですね。でメンバーさんになるにもすごいお金かかるんですよ。だって1000万とかね、するゴルフ場もあれば何十万は絶対しちゃう会員権で、いろいろ調べてたところ、なんと破格で会員になれるっていうゴルフ場があって、今日はそこに行くんですけれどね、はい、金銭面もそんなに高いところはちょっと難しいし、家からすっごい遠くて絶対に行けませんみたいなところでもつまんないし、もうどこでもいいわけじゃないじゃないですか。メンバーになったからにはちょっとは行きたいなみたいな、だから通える範囲でとかいろいろ考えるんですけど、知り合いの方からここいいよ、ここならまあメンバーになりやすいよっていう情報をいただいて、そこに問い合わせたところ、なんとなんとこれはいけるんじゃないかという条件で、今回はそこに行ってラウンドしていこうかなと思います。今日その会員になる手続きをしていこうと思います。さてさて、どこのゴルフ場だと思いますかね。それではそのゴルフ場に行ってきます。チェケラー。というわけでマーメイゴルフクラブのメンバーになりました。このメンバーになってハンディキャップを取ったら試合にエントリーしていただけるということです。まあ、決め手は価格が破格っていうところもあるんですけど、まあ、練習環境もいいということでちょっと見ていきましょう。私メンバーになりました。というわけでこちらアプローチ練習のエリアなんですけど、アプローチもこんだけ距離あったら結構いい練習できるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。ちょっと手前から行きすぎたね。あ、でもアプローチのグリーンなのに普通のグリーン、それでかくない？なんかさ、普通さ、アプローチのもさもさしてるとこ、そう、もさもさしてるから止まるの当たり前じゃんって思うけど、これちゃんとしたグリーンだからちゃんとした感覚で打てる、コースと同じ。どうしようかな。じゃあってことは、おお、まあ、こんなもんですよね。このぐらいでいいんじゃない。あのグリーンが本当のグリーンなのがいい。アプローチの練習場ついててもグリーンがなんかもうあの芝がケパケパしてるラフみたいなところ多いから、グリーンがラフみたいな風になってるところ多いんだけど、ここはグリーンがちゃんとしたグリーン、親切じゃない？じゃないとさ、私さ、アプローチの練習ってさ、グリーンがさケパケパしてたらさ、なんか練習ならなくないと思うんだけど、ここだったらちゃんと練習になりそう。よい、ランが読めるからね。そうそうそう、え、いいじゃんいいじゃん、いいじゃんいいじゃん、メガだからねちゃんと知っとかないと、メガだから。練習グリーン来ました。なんとグリーン 10.4 フィートって書いてあって、え、めっちゃ速くない？めっちゃ速くない？なんか速いグリーンホームコース嬉しいんだけど、ホームコース速いグリーンって9ぐらいかなと思ったの来た時、もう 9.5 10はさすがにないだろうなと思ったの、舐めてたわ。 10.4 もあるえ、めちゃくちゃ転がりよくない？上りで速いわ普通に。なんかさ、
マイチが、マイチってワンウェイ結構来るんだって。結構っていうか早朝で夏とか来たりするらしいんだけど、めちゃくちゃ練習になりますよワンウェイとか言ってて、え嘘でしょと思ってたの。えグリーンも結構よくない？でもねグリーンいいって聞いたことあるわ、誰かも言ってた。しかもこれちょっとエアレーションかけてるからね。力入れてるね。エアレーションしてるからこんなにね、まだ力入れてるってどうする初日でそれではホームコース行ってみたいと思います。サナパとラウンド動画撮った時ここで撮ったんですよね。うんうん、さよます。はい、まあ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 、でかい。そぶそぶ。あ、結構じゃ、あ、10.4 だもんね。よし。おはようございます。ありがとう。最近だよね、ま、R ゴルフ、うん、合ってるもんね。うん、ナイスです。ありがとう。どうですか韓国は。韓国でもグリーン綺麗じゃない？すごいグリーン綺麗だなと思った。転がりがいいし、まだ一ホール目だからあれだけど、すごい回りやすいなって思った。ショット、というわけで無事ワンウェイのメンバーになることができました。これでこれをスタートとして練習して、ミニターンに行けるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。バイバーイ。グッドボタンプッシュアンチェックイットアウト。